さんになった以上は世界チャンピオンが夢ですから、やっぱり夢を夢で終わらせちゃいけないと思う。あと一歩、いつもあと一歩で逃げられたんだけど、今度は勝ったらもう威張って歩きたいですね。外21連敗を止めたって。日本ボクシング界に世界チャンピオンが復活いたしました。 WBC 世界ストロー級新チャンピオンの大橋秀行さん、今夜スタジオにお越しになっていらっしゃいます。あの、会長も後ろにいらっしゃってますけども、はい、150年に一遍のボクサーだっていう、はい、答え江戸時代以来のボクサーっていうことで新チャンピオン大橋秀行は王座を獲得してわずか10日後に防衛戦へ向けて練習を再開した。一緒に走るのは高校の後輩松本浩二。大橋の後を追って米倉ボクシングジムへ入門。タイトルマッチの直後から大橋のアパートへ転がり込み寝起きを共にするようになった。大橋の 2DK のアパートには以前からのルームメイト西澤義則を含め3人が雑居する。これがその若者たちの生活の場、王者の住処。世界の頂点になれば何が見えるかなと思ってたんだけど、うん、世間が見えました。どういうふうに？いや、こんなもんかと思って、そんな変わるのかって。勝った時はテレビ局の人が抱きかかえるようにしてニュースステーションに行って、負けた時は西澤君と兄貴3人で、うん、横浜に寂しく帰ってたのに。チャンピオンになっても毎日のスケジュールは変わらない。毎日4時には目白の米倉ジムへ通う。この3月8日はチャンピオン25歳の誕生日。勝てばみんなが祝ってくれる。もう全くね、一夜明けたらね、シンデレラってよく言うように、そうだと思いますよ。だから大橋が試合リングに上がる前、私言いましたからね、本人もそれ覚えてますよ。12ラウンドだから36分間勝負さ、死に物狂いでやれば世の中変わるんだから。本当に変わっちゃったでしょ、一夜明けたら。大橋選手は普通の会社員になろうとか思ったりしたことない？会社員会社員、うん、サラリーマンに憧れてます。どういう意味で？いや、なんか毎朝仕事終わってからいっぱいになったりして、憧れてます。それが夢です。あの夢いらないんですかね。やっぱり平凡な臆病な安定した生活より運命に立ち向かう生き方が僕は一番いいと思います。決まった。まあ勝ってるうちはね、花ですわな。負けたら本当にもう天から地に落ちちゃうからさ、やはり勝たなきゃいけない。特にね、プロは特に、それもいい試合して勝たないとですね。負けたら一緒にして奈落のところに落ちて、そう、天と地がね、これほど違うものはないから。誕生日もチャンピオンは働く。初の防衛戦は6月8日、相手はタイのナパキャットワンチャイに内定している。
対戦相手を選ぶ権利は大橋にはまだない。試合の興行権はナパの所属するジムが握っている。タイトルを防衛して初めて試合興行の権利が大橋側に回ってくる。ナパキャットワンチャイは日本でも馴染みの深いボクサーである。1988年6月8日ナパは当時の WBC ストロー級チャンピオン井岡弘樹に挑戦した。無名の挑戦者ナパは序盤から井岡を苦しめ、最終12ラウンドダウン寸前まで追い詰める。しかしなぜか試合終了30秒前にゴングが鳴り、試合は引き分け。井岡が王座を防衛した。日本人にとっても国辱的な事件だった。2度目の防衛に成功しました。かろうじて引き分け。看护三年是那，我又不说。俺们那干反抗，那都是干。俺们看嘛，看了就当他没干出个一，我们搞个招诺没来。这里没诺没来，啊，但我们是那，แบบในความใสสะอาด。物言いがついた6月の試合から半年後の88年11月13日、井岡は再びナパの挑戦を受ける。ナパ満を持しての再戦である。ナパは序盤から手数で井岡を圧倒。ちょっと受け取りました、チャンピオン。ラフにしてタフ。一発打たれれば二発返すボクシングを展開。最終ラウンドです。結局12回判定で勝利を収め、王座を手にした。勝者ナパ。この日から後451日間、つまり大橋がチェ・ジョンファンからベルトを奪還するまでの間、日本は世界チャンピオン不在の時を過ごしたのである。3月10日母校である横浜高校が大橋の祝勝会を開いてくれた。はい、おめでとうございました。すでに社会人となっている同級生や OB との再会。ボクシングを離れ平凡な日常の中に身を置く彼らにとって、夢を実現した大橋は誇りであり、憧れであり、そして少しだけ嫉妬の対象でもある。あ、疲れた。大橋の同居人松本は横浜高校の5年後輩。大橋と同じ専修大学へ進み、大橋と同様中退して米倉ジムへ入った。20歳の松本は大橋と同じ夢を追っている。自分の人生をボクシングにかけている。日本フェザー級6位、大橋は学校の先輩として、ジムの先輩として、そして夢を達成した人生の先輩として松本を温かく見守る。今一緒に練習してるんですか、ロードワークなんか。はい、全部一緒で、ご飯も全部連れてってくれるんで、お金なんか全然一銭もかかんない、全部出してくれて、うん、何するのもなんか出してもらったって。勉強になりそうですか。あ、もう全然現役の世界チャンピオンと一緒なものを食べて同じ練習してるんで、全然違うと思いますけど。大橋のタイトルマッチが終わってから米倉ジムの入門希望者は確実に増えている。練習生の数は3月現在で163名、去年の同じ時期に比べ27人も増えている。米倉会長はジムの門を叩いてきた者にとりあえず見学させる。現実を知ってもらうためだ。あそこにいらっしゃる方、見学の方ですか。そう、みんなね、高校生とか。お願いします。まあ来たら大体入るような。あ、結構多いですか最近。多いね、やっぱりあの春先はどうしてもね。あ、春先多いですよ。やっぱり新チャンピオンが生まれたからか。それもあるからね。大体そういった中で続くのは何パーセントぐらいですか。15% ぐらいじゃないの。15%ぐらい。やっぱりね、これ好きじゃなきゃ残んないからね、本当に好きだとね、練習やるのも楽しくなんなきゃ、やっぱり苦しくちゃやっぱりね、続かないから。ただ見た目だけでかっこいいと思っている人はやっぱ続かないんじゃないですか。ただ
あの世界タイトルとか見て、勝ったとこだけ見て、苦労を見てないとこ、うん、でそういうのでかっこいいとこだけ見て来る人は続かないと思います。この我々がよく言われるじゃないですか、きついでしょって。きつくはないんだよ、本人にしてみればさ、うん、きついことがいわゆる指導なんて快感っていうのかな。この足バーッと出してさ、うん、あと美味しい食べ物が食べる、そのなんていうのかな、充実感っていうのかな、うん、いつも自分が主役だから、自分でそう思ってるから、なん大したことないと思って入って、おこれは大変だなと思ってさやめんのかなりいるんじゃない、うん。ボクシングやってて、まあ、大橋選手はチャンピオンになれたわけだけど、なれる人となれない人の違いって何だと思います？なれる人となれない人の差。ボクシングを愛してるか愛してないかの差。愛してるってどういうこと？愛してるって、女を愛すると同じ。一生懸命そのために生活を捧げるっていう感じ。そう、ボクシングの第一の生活にする。ボクシングってのは第一の生活なの、うん、I love ボクシング。この日、米倉ボクシングジムに電話が入った。ナパキャットワンチャイ失踪、引退か。タイの首都バンコク、中心部から少し離れた住宅街にあるチタラダジム。ナパキャットワンチャイはここに在籍している。しかしこの時点でナパの姿はここにはない。かつて彼が寝泊まりしていた合宿所の彼のベッドには、獲得したチャンピオンベルトが置き去りにされていた。長崎県諫早市、3月18日から27日までの10日間、温暖な気候に恵まれたこの南国の地で大橋はキャンプに入った。心身ともに充実を図るのが目的だっただけに、ナパの失踪は応えた。まあ、自分にとってはナパは日本でも知名度あるし人気もありますから、で井岡にも勝ってますし、でもやりたかったんですけど、ナパとは。でもしょうがないですよね、やんないっつうのは。ナパキャットワンチャイはについては詳しいこと聞いてます？今の現状とか。なんか歌手になるとか、うん、で体重太って60キロぐらいあるって思う。60キロある、うん、もうジムに全然来ないし。大橋は米倉ジムの若手選手5人と毎日15キロのロードワークをこなす。体力の限界まで鍛え抜くのが合宿の目的。大橋に王座をもたらした肉体はこうしてさらに鍛えられる。体力があれば必ず頂点に立てるという保証はないが、体力がなければ決して頂点に立つことはできない。それがボクシング。Let's go.
松本が買い出し。何かさんをミックスとんかつサンドとあとジュースです頼まれたものですけど買ったものは。まだ減量の時期ではないが、栄養学を研究し普段からカロリーをコントロールしている。これがこの日唯一の食事。松本が大橋にもらった錠剤を飲む。それがビタミン。あ、これはあるとこ。何種類ぐらい飲んでるの今。今3種類前はもっと多かった。効果ありますか。この効果で世界チャンピオンになれますか。なるほど。1年半ぐらい前から。1年半ぐらい前からやってるの。あれがねプロテインで、これがアミノ酸で、これがビタミン E。 アミノ酸と、それで手前がビタミン E。何西田さん持ってますよ。8日でもう写真できんの。あまり来ないとさ、時間になって来ないところが歩いてくるんだ近いからね、仕事だから。今走ってこないとね、一番走り込みだ。相手はまあ大体決まったようですけど。大体じゃなくて、本気回り、まだ発表なんかできないってやつだね。そうね、契約書送ってくるから、なんて名前でしたっけ。ナパキャットワンチャイ。え、ナパ。本当ですか。あ、本当だよ。2点3点したけどさ。試合は6月8日場所は後楽園ホール。そしてこの日のセミファイナルには松本の試合が組まれた。松本は韓国人のクーガーリーと対戦する。ナパキャットワンチャイがチタラタジムに戻ってきた。しばらくボクシングから離れていたが練習を再開した。เพราะว่าพี่น้องชาวไทยก็อยากให้เราเอาจิมเบโร่กลับคืนสู่ประเทศไทยของเราคืนครับอินไต騒動と復帰についてトレーナーに聞いてみた。ตอนที่เขาจะขอแฟนก็คือจักว่าเขาอาจจะว่าตรงนี้คงที่มาดูทรงที่ไม่ดีเป็นของฉันของคนหนุ่มๆก็เลยคิดว่าถ้าเลิกมวยไปแล้วก็ได้ไปเที่ยวเต็มที่อะไรของเขาเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ไปหมดคนคือไปแล้วเที่ยวมีแต่หมดหมดก็หมด改心して戻ってきたというだけあってナパは元気だ。日本では考えられないことだが、彼は毎日4ラウンドのスパーリングを入れている。
そしてナパにとって一番の課題が、不節制な生活で60キロに増えた体重を落とすこと。2ヶ月間で 12.4 キロの減量が強いられる。一方、大橋は前回の試合で痛めた左拳がまだ治らない。まだ左が思い切り打たないみたいな。もうちょっとね、やっぱり。まだかかりますか。もう少しやっぱり。こう無理してダメなんだ。無理だよ。ピンチ。痛い、まだ。まあ、もうちょっとだな。減量に関しては全く不安はない。普段からコントロールしているから。ストロー級で測る必要ないから、全然は測らないです。そこまでもう落ちてるの？はい、あんま食べてないから。昨日なんて何も食べないから。夜ちょっとお肉食べたぐらい。あ、ホタテの、先輩はホタテのなんかちょっと食べて、サラダ食べて。家でも測っても見たことない。先輩は測んないの？家でも。はい、測ってるよ。こっそり。こっそり。誰もいなくなってからやっぱ失敗なんだ。それが一番怖い。一方、ナパは5月2日の時点で52キロ。大橋より3キロも重い。しかも過去1ヶ月で7キロも落としてきている。じゃあ、ルームな。おうち、ワンティーパーミズナー。ラウジョーガン、ロソンウィン。そして午後は相変わらず毎日スパーリングをこなす。5月14日大橋は試合後初めてスパーリングを入れた。この日から次の試合までに40ラウンドをこなす。コンディションはまあまあ今のところいいですからね、うん、当日良くなきゃどうしようもないからね。試合前やっても。この日のパートナーは日本ジュニアフライ級チャンピオンの平野君雄。大橋はナパと同じサウスポーの平野を相手に久々の実戦練習を楽しんだ。今日はヘッドギアとかグローブを着たんで全然だけど、もう試合だったらもう完全に倒されてましたね。その翌日の4月15日、前回の試合から67日目、左拳がようやく完治、全力でバッグを叩く。練習の後、ボクシング雑誌に載ったナパの記事に目を通す大橋。全然プレッシャーなんない、そういうの見て。何の、どういうプレッシャー？ん？どういうプレッシャー？だから頑張ってるから、伊予監督よりナパが強くなってるんじゃないかななんて思ったりして。そんな甘くないですよ。そんな甘くない。そんな、一時そんな叫びたりになって遊んでるってやつが戻ってきてまた勝とうなんて。甘いと思う。そんな甘い。叩きのめしだよ。試合15日前、大橋は疲れているように見える。疲れてる？いや、疲れてるというか神経が入れたって。うん、それは試合が近くなってきて。そう疲れてるわけじゃないんだよ。しかしスパーリングに不安はない。パートナーはおなじみの平野君雄。ちょっとですね。ちょっと切れてます。このスパーリングで平野は左まぶたを切り、左の鼓膜を破った。もう他の選手には絶対負けないと思うんですよ。あれだけは、大橋さんだけが、はい、なんか強すぎるとか、左打てるようになったからね。だから調子いいでしょ。ああ、なるほど。もうほとんど気にしないで打てるようになったんだ。何回か打ったんですよ。ピュンっていったら、それさえ打てれば大丈夫。
松本はちょっと減量が苦しい。あと水が一番飲みたいです。何でもこう冷蔵庫行って開けて、あー閉めて、意味ないのに冷蔵庫行って閉めて、水があるから、あーなんか一瞬飲もうかなと思っちゃうんですよ、うん、やめたら普通の生活できますから、やめるまで、はい、生活もボロボロだし、ボクシングも中途半端だし、ボクシングでなんかちょっと強くなるので、うん、なんか取り柄がないですから、プロになったからには。6月2日、来日したナパが練習のため米倉ジムを訪れる。当然大橋とは時間をずらす。日本に来てからも毎日スパーリングを入れる。取材陣の後ろから米倉会長が目を光らせる。試合後1週間後に控えて、ナパは練習のしすぎだと誰もが思った。ナパは減量で苦しんでいるのではないか。네님아야순대로아니다안마이브라마이스없나남나복습기록과진우가네제본토레스난키로어포만포만탈복습복습복습60kg ナパと入れ違いに大橋がジムに入る。相手が来たってことでどうですか、気分的には。いや別に、いや全然、いや来なきゃ試合にならないんだから変わらない、はい。ブロックしたらすぐ出そう。スパーリングでも不安は全くない。平野を追い詰めてとどめを刺す。あと400g。減量も完璧。楽勝。ナパ、相変わらずパンチのキレがない。ナパの不利は疑いようがない。今調子悪いでしょう、ええ、だからこの感じの疲れというのは試合に対して影響はいい方に持っていくのね。あ、逆に疲れてる時にはいい場合もあるじゃないですか。そう、うん、試合に対して集中するしね、気を引き締めていくもんなのね。有利でいうとは絶対にないよ。これはスイス秋でも体操がいい例でしょ。私自身絶対あんなと言ったって体操がもう軽くいけると思ってね。だからボクシングはやっぱそれがあるから面白いんですよ。絶対有利で絶対ないんだよ。試合当日午前10時。チャンピオンの計量。47.6kg、リミットちょうどでパス。
苦しんできたナパは大橋より軽い 47.2キロ。 午後5時出番を待つ前座の4回戦ボーイズ。落ち着かない松本。これが松本の相手。ナパ、大橋、それぞれが控え室に入る。部屋のモニターテレビで後輩の仕事ぶりを見る。松本は1ラウンドから好調。この試合どうなんだ、うちの松本は。勝てないぞ。あ、そうなの。白いわ。3ラウンドにラッシュをかける。よかったな。ありがとうございました。ここ行きますよね。ちょっと一番じゃあ呼びて。テレ朝さんとも相談してたの。試合後、クーガーが松本に声をかける。ありがとうございます。よし、また。頑張ってください。はい、どうも。ありがとうございました。気のいい男である。アフター号大阪で、大阪のジャンルっていうのは間に合うよ。次の4回戦が終われば大橋の出番だ。
第1ラウンド、慎重な大橋にナパが先制攻撃。第2ラウンド、打ち合いが始まる。カウントは8。3ラウンド以降、大橋は優位に立ちながらも攻めきれず、第9ラウンド。そして最終ラウンド。30秒あればと考えた人は少なくない。チャンピオン大橋秀行は判定で勝った。厳しい減量を乗り越え、12ラウンドを戦い抜いたナパの健闘も称えたい。
勝手が違うなってことありましたね。やっぱ予想以上にうまかったですね。うまかったなんか。でも彼はすごいテクニシャンだったんですか？大橋のテクニシャン。自分は彼よりも遅いって言うんですか？動きが遅かった。ゴーインペース。はい、負け、ま、自分の負けだと認めます。試合後、大橋はシャワールームで。自分に愛想が尽きたと友人に話した。攻めきれなかったからか。ナパは負けても笑っていた。こうして6月8日の夜は過ぎていった。